探索大体 OK かな。いきますかね。じゃあ、す。なんでもない。もう2年経ってんだから、いい加減に立ち直れよっていうことなんだろうな。できた。バンダナとバンダナでターバン作って金にすっか。青銅の盾をヤンガスに渡して、でヤンガスの鱗の盾をどっちしようかな。ゼシカかな。未だにお前盾すら持ってねえじゃんかよ。盾、盾余ってたっけ。ないな。お鍋の蓋はさすがにククールは装備できないんだったら、鱗の盾を先にククールに回そう。ククールは鱗に包まれている。逆から入ったらこっちに繋がったと。小さなメダル42ゴールド。山に登ったり川で泳いだりして遊んだな。脈絡ね。おお、正面から入ってきたらここに繋がってるのか。ここアスカンタの城。何故我が国を訪れたのか。なんでなんだろうね。なんとなくっていうか通り道にあったからって感じ。めんどくせえなこの城の配置。駒使いのキラ。王様は毎日泣いている。キラがかわいそうです。私がキラだ。私がエルです。頑張って料理を作ってもちとも食べてくれないんだ。王様と同じとこに行っちゃいますよ。一枚な。赤いカビ。チーズが作れそう。と出ちゃった。降りる道。入り組んだマップだな。登り直し。で上か。そろそろかな、王様の場所。まだか。この上か。会議室かな。と逆行きゃあとは上だけか。小さな目結構あるな。ここは王様の部屋っぽいけど、まあ誰の部屋でも気にせずに調べるぜ。あーっと来た。ふふ。じゃあす。旅のものとは珍しい。アスカンタへよくぞ。話短っ。王の部屋です。行けんのかな。あ、行けんだ。止められるのかと思ったら行けた。普通に何かしらのイベントが
ここにいて。お加減はいかがですか？駒使いのキラです。お前がキラか。せめて返事を。失礼いたします。こっちには反応しないんだ。これあれかな、あの川のところにいたご夫妻の娘さんかな。あ、閉まってる。おらおら、開かねえのか。仕方ない、さっきのキラを追ってみよう。キラを追う。いた。一晩中泣き明かしてらっしゃる様子。今日もご苦労だったな、キラ。ご苦労だったな。どうすればいいのだ。旅の方。日が暮れた後に。まさかだぜ。俺の40ゴールド。これはあれか。夜になるまで。宝箱探しに行ってこようかな。結構大回りしないといけそうにないんだよな、あの宝箱のとこ。ちょっと行ってみようかな。4-4-2-4、素早さ上がるな。スクルト、とりあえずちょっとカリスマ。錬金釜当分中。これは換金アイテム。薬草作っとくか。ブチュンチュンパ。ブチューン。結構効くな。ジェシカの攻撃。倒しきれん。素早さ早いな、思いのほか。なーにかな。守りの種。トヘロスの効果聞いてたのか。プチアーノ、やばい。寝る。おお、結構かわした。ゼシカのイオが欲しかったとこだけど。何、逃げ出した。かわいいなこいつ。がスタイルになる。起きろ。起きた。プチアノン強くないんだな。よし、楽勝だな。さーて行ってみましょうかね。勝ってるかな。隙あり。エビ取りドランカー。
そんな強くない。2回攻撃。はあ、効くの。あ、効くし、効くけど起きるだろ2回攻撃したら。意味なし。おたけび平気だった。ルシカ死にそうだな。大丈夫かな。はあ、マホトラ、あ、どれもいい。2回ヤンガス。聞かねえ。ガリホは聞く。よし、オッケー、ハイテンション。起きないね。戦おう。ほら140、楽勝だぜ。1回目は絶対にアイテムを落とすんだったかな。うん、4になんなかった。パワン王って言いにく。シセル、どうして天国に行ってしまったんだ。何一つ心が動かない。もう一度会いたい。こんだけ。あ、チーン。そろそろ条約層を売って金に換えるかな。まさしく錬金。16ゴールドで。これでもう終わりか。部屋開いてるのかな。内側から鍵がだから。今いないんだから開いてんじゃねえの。なんかねえかな。湿気てんなこの部屋。なんもねえ。んでどうすりゃいいんだ。また朝にすんのか。君がいなければ僕の前に現れてくれ。話す仲間。あの喪服、ちょっとだけ兄さんのことなんて言ったらいいか。だから女は苦手なんでげす。役に立たん。キラか大臣かかな。あ、降りたらイベントが。王様と会ったよ。めめしいやつだったぜ。ご無礼はどうぞお許しを。そういえば不思議な話を。どんな願いも叶える方法があると聞いた。ドラゴンボールかな。お願いがあります。あー、やっぱそうだな。橋のそばの家。教会？ちょっと連打しすぎちゃったかな。パートルーラーで言ってパート帰ってくればいいんじゃねえか。ほんと便利な呪文だぜルーラーは。
なんだと？上が空いてたらルーラーを使わせてくれたっていいじゃないか。あ、イベント中だった。そういう事情があったとは。うーん、びっくりした。こいつ感動しすぎだろ。ミーティアと同じ年頃の娘と言うではないか。寄り道になるだと？行くぞ。まあどうせすぐだからいいんだけど。漫画系ドラクエだと飛べるらがみんな使えるよね。到着。戦闘も一回もなしだぜ。夜だけど大丈夫？あ、なんかいる。あ、これ長っ。川の上流にある高い丘の上には、これか。で、これ夜しか行けないってやつか、さっきの。お城のメイドのキラなら、わしたちの孫娘ですよ。まあ、年寄りですからね。昔話なら家の前を流れる川の上流の不思議な丘の話ですね。不思議な世界の扉、やべ。これはなんだ、王様を連れていくのか一人で行っちゃっていいのかっていう、ね、まあ戻ろうか。アスカンタ城。教会だっけ？なんと、そんなずっと奥の高い丘が不思議な丘なのですか？もういいよ、俺が行ってくるから。そっと、あ、なんかいる。マリベルっぽいのが。死んだ人に会うなんて無理よ。王様を連れていくのか、自分で勝手に行っちゃっていいのかっていう。一旦外出てトロでの話がないかを確認して、王様に会って、それでも何にも起こらなかったら行くか。別に王様を連れていくとかそんなんじゃなかったみたいだから、勝手に行きゃいいのかな。着いた頃には昼になってそうな。ミイラ男たち、ここから下に降り、どっからだよ。奥？手前？こっちどう見ても降りれないから、向こう側か。マップ。そうか、そもそも渡んなきゃいけねえんだ。できんの早っ。こっちからか、降りれるのは。ここは降りれん。逆か。ここか。ここだ。で、こっから上に。
洞窟がある。メタスラだー。作戦命令させろ。クールガンガン行こうぜ。どれで魔法使いまくると思った。アンガス魔人斬り一応覚えてんだよな。ヌシカはどうしようもないか。さすがに今ピオリングしたってしょうがないしな。一匹、ああ攻めて攻撃させろよ。当たれよ。お前はお前で。おいおいおい、ちょっとひどいぞ。せっかくの初メタスラ戦が。どんどん行くよ。なんかいる。犬か猫かよくわからん。キツネ来た。またメタスラ。ヤンガスだけでいいや。命令させろ。で魔人ギリッと。よし、これで一回はチャンス。頼むぞ。行けヤンガス。お前の魔人斬りだ。どっ、はい、ミス。はい、ダメ。何甘くない。お、もう一回、もう一回チャンス来た。行け。ほら。よっしゃー、来たー。け、いけ、オッケー、おいしい経験値。11、いい増えっぷり。剣スキル、火炎斬りを覚えた。どうでもいい、俺は剣は持っていない。お色気、お色気。ファニーがパフパフを覚えた。試しに俺に使ってみないか。いやー、いい経験値をいただいた。あったあった。宝箱上か。下じゃなかったのか。脳殺キス。あれ上だったのか。あの取りに行かないと。完成。今からダンジョンだから条約層、条約層で特約層だろ。特約層、特約層とかなんかないかな。あるある、万能薬が作れる。特約層、特約層で万能薬作っとこうか。